みなさい。昔々あるところに悪が不利道の僕も頂点に君臨するわ。とある十年の著者が絢爛高価な調度品、顔の欲に試し使い、秋葉の名前はジョゼフィン。全てが全てが彼女のもの。お金が足りなくなったがね、9人ともガラシボリボレ、私に逆らう者たちも熟成してしまう。さあ、いざ次のさ悪の花、可憐に咲く鮮やかな色の彩り、周りの哀れな雑草もあろう分となり朽ちてゆく。僕も海の向こうの青い人だけども、彼は隣国の緑の女に一目惚れ、嫉妬に狂った王女様、ありきたり人を呼び出して、静かな声で言いました。緑の国を滅ぼしなさい。いくかの家が焼き払われ、いくかの命が消えていく。苦しむ人々の嘆きは王女にも届かない。あら、おやつの時間だわ。悪の花、可憐に咲く古おしい踊りで、とても美しい花なのに、まとめ顔好きで触れない。悪の王女を倒すべく、ついに人々は立ち上がる。不幸の彼らを率いるは赤き色の日の女剣士、積もりに積もったその怒り、国全体を包み込んだ。長年の戦で伝えた兵士たちなど敵ではない。ついに王女を囲まれて、家臣たちも逃げ出した。可愛く可憐な王女様、ついに捕らえられた。この無礼者、悪の花、可憐に咲く悲しげな彩りで、彼女のための楽園は窓くもなかなく連れてく。昔々あるところに悪逆非道の僕も頂点に君臨してた。弱い十年の女性、処刑の時間は午後3時、妖怪の鐘が鳴く時間、王女と呼ばれたその人は一人牢屋で何を思う。ついにその時はやってきて、終わりを告げる鐘が鳴る。人衆などにまでも触れず、彼女はどう言った。あら、おやつの時間だわ。